臨時教育会議は1917年に公布された臨時教育会議完成に基づき内閣に設置され内閣総理大臣の指順に応じて教育に関する重要事項を調査審議することを所掌事務とした諮問機関当時の岡田良平文部大臣が第一次世界大戦後の学校制度改革を強力に進めるために主導して設置された 1919年5月に廃止、同時に、答申の実行策を審議する臨時教育委員会を設立した。1917年10月1日に第1回総会が開かれ、1919年3月28日の第30回総会をもって終了した。教育制度全般について審議を行い、 1. 1小学校2、男子高等普通教育3、大学教育及び専門教育4、市範教育5、私学制度6、女子教育7、実業教育8、通俗教育9、学位制度の諮問を受けた9つの課題について、その改善方策を答申した。その他、2つの権利が行われた。市町村小学校教員法級の補助を行うこと。 支出額はその半額を目標とすること。政府は教員の増法を行うと同時に市町村の負担を軽減することなどを希望。小学校教育において国民道徳教育を徹底し、帝国新民としての根幹を養うことに尽力すること。児童身体の健全なる、発達のための方策を講じること。児童の理解と応用の力を養うことを主とし、 知識の詰め込みの平風を改めること。諸般の施設、教育の方法について、確一化を避け地方の実情に適切に対応すること。小学教員の資質の改善のため次の事項を実施すること。小学教員の教育者精神を充実し、その特層の向上と学力の進歩のため、教員の昇進等の基準を明確にし、人物尊重の趣旨を貫徹すること。 また教員講習の方法を改善し、正教員に対して適当な講師を行い特別の資格を与える制度を設けること。市範学校の教育は第一部を主とし、第二部も尊知する。教員を優遇し、有料な生徒を得る方策を講じること。また付属小学校を改善して、地方の実情に適切な施設を供給し、当該地方において、 模範規範となるよう努めること。その具体的な方策については、高等師範教育とともに講給すること。私学機関を完備し小学教育の指導監督に万全を期すこと。補修教育を義務とすることは時期尚早であるが、その内容を改善しその普及発達を図ること。義務教育年限の延長を希望するが、地方経済の現状から時期尚早であると認める。 尋常小学校の過程を整理して、児童心理の発達に適応させ、特に第五学年より、児童の負担が激増する、現制度を改正すること。また国史に重きを置き、その教授法を改善して、国民道徳に資するよう努めること。高等小学校の教科目は選択の範囲を広くし、教科目の内容に関しても十分裁量を加えて、地方の実情に、 適切な教育を施すよう努めること。小学校児童に対して学校及び家庭において、中学校受験教育に力を注ぐ平風を是正し、児童に過度な辛労を与えないように努めること。学校教育の効果を上げるため、学校と家庭との連絡、学校と社会との協力に関して、一層適切な方法を供給すること。高等学校は、 高等普通教育を授けるところである。高等学校の修行年限を3年とする。高等学校第1学年の入学資格者として、中学校第4学年修了者を認める。高等学校は、管理、公立、私立とする。高等学校は単独でも、尋常科4年高等科3年合計修行年限7年生でも、設立できる。高等学校の学科は、文科 理科とする。高等学校の第二外国語は随意科目とする。高等学校第三学年の卒業者には帝国大学入学資格を与える。高等学校第三学年の上に修行年限1年の家庭を置くことができ、その家庭を得た者には相当の称号を与える。7年生高等学校の尋常化並びに中学校には余科を置くことができる。 現行の高等学校令、高等中学校令は廃止する。中学校の修行年限は現行のままとする。高等普通教育の教員に対し精神的、物質的な優遇措置を講じ、その特創、学識能力を高めるため適当な方策を実施すること。そのため国庫の支出も必要と認める。高等普通教育においては、教育直後の精神を徹底し、 国家の中堅たるべき人物の投野に尽力すること。高等普通教育では一層各学科の連絡統一を図り理解力と独創力の啓発に努めること。また、上級学校の入学準備に救急とした兵風を改め高等普通教育の本旨の実現に努めること。中学校の学科課程を整理し、特に上級の学科目の選択を広げたり、 また文化性の導入を認めるなど、地方の実情に応じて、実際生活が一層適切な教育を施すこと。中学校の教授要目を改定し、教科書の編纂に工夫できる余地を与えるとともに、模範教科書を編纂すること。中学校の外国語として、英語の他にドイツ語、またはフランス語を奨励すること。 中学校高等学校の入学において春祭は年齢にかかわらず促進の道を開くこと。青年時代に家庭及び社会からの影響が大きい、ため高等普通教育において学校と家庭との協力、課外の読み物の選択については十分に注意を行うこと。高等普通教育の改善のため健全な国民思想の源泉である。 学術文明の進興を図ることは急務であること。高等普通教育の改善のため、その他教員要請、私学制度に監視別に講求する必要があること。市範教育等資、私学制度等資参照等資に沿った制度改革が行われた。高等学校令が制定され、従来の大学予科の性格が改められ、高等普通教育の完成期間として位置づけられた。 私立の場合は、基本財産50万円以上の財団法人に設置を認めた。大学の文化は、文化、理科、法科、医科、工科、農科、商科等とする。大学は総合性を原則とするが、単価性も認める。文化大学は国家に必須の学術を教授し、その奥義の高級を目的とすること。文化大学の在学年限は3年以上とし、 医学科は4年以上とする。文化大学の入学資格は原則として、高等学校卒業者とするが、大学の状況によりそれと同等以上の学力があるものを認めることができる。大学には特別の理由があれば、余科を置くことができる。大学余科の修行年限は、入学資格を中学校第4学年修了の場合は3年、中学校を卒業とする場合は2年とする。 大学予科の定員は、当該大学にその予科卒業生の収容可能数を限度とする。文化大学に研究家を置き、文化大学卒業生に引き続き研究に従事させることができる。また、文化大学で適当と認めるものを収容して、研究に従事させることができる。一文化大学の研究家に入ったものは、他の文化大学でも必要とする研究を行うことができる。 文化大学の研究科を総合して、大学院と資格研究科間の連絡を保つものとする。文化大学には学術の奥義を講求するために必要な設備を整えること。大学は管理及び財団法人の設立とするが、特別の事情がある場合は公共団体の設立も認めること。公共団体及び財団法人の経営する大学は、 文部大臣が担当となり、直裁を得ること。公共団体及び財団法人の経営する大学は、文部大臣が監督すること。財団法人が大学を経営する場合は、大学を維持する十分な資産、設備、相当数の専任教員を備えること。財団法人が経営する大学を統括するものその教育にあたる者の任用については、文部大臣の認可を得ること。 その認可は、文部大臣が必要と認める場合は、取り消すことができる。帝国大学文化大学の教授、助教授の報給を増額すること。帝国大学文化大学の教授に定年制を設け、定年制により退職する教授に退職法を支給すること。学年の始まりを4月とすること。専門学校については、おおむね現行制度によるものとする。大学においては、 人格の党や国家思想の寛容に一層努めることを望む。大学においては学生の受動的学習の風を改め、能動的に研究に励むよう教授が指導する方針を取るよう望む。なるべく学級制を廃して科目制とし、学生の選択する科目を学習できるとを開くことを望む。科目の種類によっては平行講義の制度を設けることを望む。 大学において学士の称号を得ようとする者に対して一定の試験科目を設けることを望む。試験の成績を点数により表彰する方法を廃止することを望む。総合大学では各文化間の連絡を保ち総合のみを挙げるよう望む。大学各文化の均等な発達を期するため適当な施設を設け、人材の登用も各科を通して公平となるよう望む。 市販教育では教育者としての人格を投与し、特に中空外国の思想の寛容に努めること。市販学校に高等小学校卒業者を対象とした修行年限2年の予備課を設置すること。その施設は教育会等の施設を利用しても良いこと。市販学校教員に対し精神的、物質的に優遇の措置を講ずることとし、国庫の援助も実施すること。 小学校教員の男女間比率は相当の割合を確保して要請すること。市販学校生徒に対する給費額を増額すること。市販学校用の模範教科書編纂を行うこと。市販学校の教諭を増員し、付属小学校において地方に適切な教育研究を行わせること。付属小学校において地方に適切な経済的施設を研究するため、 各種編成の学級を設けること。また、近隣の小学校を利用して、農村小工業地等の教育に関する特殊の研究を行うこと。市販学校訓導と市町村立小学校教員との待遇は均衡なものとすること。高等市販学校は現状のまま特設し、職員の待遇、内容の改善に努めること。研究家、専攻家を常設とし、 普通教育における国民道徳の徹底方法、その他諸般の研究を推進するため教授を増員し、設備を充実すること。市範学校、中学校、高等女学校の教員需要の増加、並びに有資格教員補充の必要製造により、高等市範学校の定員の増加などの適切な方法により、有資格教員の増加を図ること。 高等師範学校生徒に対する給費を復活すること。文科大学に教育学科を設置し、その施設を完備すること。教員養成に関し帝国大学と高等、師範学校との相互連絡を保ち、なるべくその設備を利用して研究上の便利を図ること。教員養成を目的とする、管理学校の卒業生については、無試験で市販学校、中学校、 高等女学校教員の免許状を与えること。帝国大学、管理専門学校の卒業生で、専門学科外の教育に関して、一定の科目を修了したものにも、上記の内容を適用すること。現に無試験検定を受ける資格のある学校、また、将来文部大臣においてこれと同等と認める学校については、申請により、文部省から試験委員を派遣して、 試験を行い、卒業生に、市販学校、中学校、高等女学校教員の免許状を与えること。教員の試験検定は勤めて受験者の便宜を図り、判定については、用意周到に行うこと。市販学校、中学校、高等女学校教員試験検定合格者で、実地授業の未経験者については、司法の制度を設けること。 高等学校の教員を希望する者については原則として試験検定を行うこと。市販学校、中学校、高等女学校における実業科目を受け持つ教員の資格については、概ね現行制度によること。実業学校教員の資格については、概ね現行制度によること。九百十九年八月、東京帝国大学文科大学の教育学一 講座を5口座に増加した。1919年5月、文部省直轄学校教員要請規定が制定され、1924年まで大学学部の教員志願者、高等師範学校専攻課生に月額30円以内、大学院、研究科学生に月額70円以内の学費補助が行われた。1920年、 高等師範学校生徒学費支給規定を制定し、専攻課30円、その他25円の学費補助を行った。中央の私学機関として、文部省に学児の視察監督を専務とする特別の官職を置き、全国を数区に分けた私学区域を置き、各区域に学児視察官を置くこと。同庁府県理事官が兼務する私学官を廃止し、専任の学務官を置くこと。 道庁府県私学の増員と、その配置、待遇を改善すること。軍私学は、現状のままとし島町に、専人の島町私学を置くこと。文部省私学委員の制度を拡充し、道庁府県にも私学委員を設置すること。1919年4月、ただし学館の職務を、もっぱら学児の視察監督とした。1921年以降、 ただし学官の増員が図られた。地方の私学機関についての改善はほとんど実現しなかった。教育直後の精神を徹底し、日本の家族制度に適合する素養を与えることに努めること。高等女学校では実際生活に適切な知識能力の養成に努め、特に家事の基礎となる理科の教育に重点を置くこと。高等女学校。 実家高等女学校の入学年齢、修行年齢、学科課程等に関する規定を改正して、地方の状況に適切に対応すること。高等女学校卒業後にさらに高度な教育を希望する者の,のために、専攻課、高等課の設置を認める。高等女学校の教科目についてはなるべく選択の範囲を広げること。高等女学校教員の待遇を改善し、 有料な人物を承知すること。女子に適切な実業教育を奨励すること。男子高等普通教育に関する答申には、おおむね女子教育に関しても必要なものであること。実業教育の厳正度はおおむね現状のままで良いこと。事業教育の振興を図るため、国庫補助の増額などの方法を講ずること。実業学校では特育などを重視して、 人格の問屋に努めること。実業教育に関する行政機関を整備すること。実業教育に関する規定を実情に適合させ、緩和すること。実業学校と実業界との連絡協力を密にする方策を講ずること。実業補修教育のますますの普及発展を奨励し、その全部または一部を義務教育とするよう努めること。 実業補修学校の特に程度の高いものは、制度上別に認め、その職員の待遇について配慮すること。答申に沿って、実業学校令が改正された。主な改正点は、実業学校の目的に、特性の寛容を追加、徒弟学校を廃止して、工業学校の一種に組み入れたこと、実業補修学校の設置条件を緩和したこと、学校職員の待遇を、 公立小学校並みとした12条を削除し、改善を図ったことなどである。工業学校規定を改正し実業界の要望を取り入れた。主な改正点は尋常小学校、卒業程度修行年限5年の工業学校を認め5年継続の実業的教育を可能としたこと、実習の重視、学科目の細分化、夜間授業を認めたことなどである。国庫補助を増額し、 1921年以降、実業学校が増加した。通俗教育について審議する調査会を文部省に設置すること。通俗教育に関する施設の計画、その実行を担当する主任官を文部省に置くこと。地方団体、教育会などの協力を促すため府県にも主任者を置くよう努めること。通俗教育の担い手を要請するための施設を 設置すること。善良な読み物等の供給を促進する施設を設け、同時に出発物の取り締まりに、さらに注意すること。通俗図書館、博物館等の発達を促し、そこに備え付ける図書、陳列品について、注意を怠らないこと。通俗講演会を奨励し、その内容を適切なものとすること。活動写真などの工業物の取り締まりに関する。 全国的統一純則を設けること。健全な和洋の音楽を奨励するとともに、俗用の改善を図ること。劇場寄せの改善を図ること。学校外の体育施設を改善しその普及を図ると、ともに、競技に伴う弊害を除くこと。1919年、文部省普通学務局に、通俗教育、図書館、博物館、 青年団体などの事務を専管する第4課を設置し、1924年に社会教育課に解消。1921年、文部省管制の通俗教育の用語を社会教育に改めた。1925年、地方社会教育職員制を定め、道府県に専任人の社会教育主事、社会教育主事法が置かれた。1929年、文部省に 社会教育局を設置。文部省と内務省の両者が管轄していた青年団、教家団体に関する事務を社会教育局の専管とし、実業学務局所管の実業補修学校関係事務も担当となり社会教育行政の一元化を図った。学位は文部大臣の認可を経て観光私立大学が授けるものとする。学位の種類は 文部大臣の認可を経て各大学において定める。学位は大学学部研究科で2年以上研究に従事し論文を提出して合格したものまたは学位請求論文を提出した大学において同等以上の学力があると認めた者に授けるものとする。大学が文部大臣に認可を求める際に論文並びに審査の用紙を添付すること。すでに授与された。 博士号は今後も有効であること。博士会を廃止すること。帝国大学総長の推薦による学位は廃止すること。学位が授与された場合は一定の期間内に論文を印刷交換すること。1917年9月21日任命。ありがとうございます。